はい、どうも峰島です。ね、忙しくて動画撮ってないっすけど、今日は久しぶりに動画を撮っております。便利屋さんの決算発表、6月ですね、令和5年6月の便利屋さんの決算発表、これをしていきたいと思います。2ヶ月目なんですけどね、便利屋さんを初めて2ヶ月目なんですけど、まず仕事何をやったかっていう話ですね。何をやったかなんですけど、何を何回って言いたいんですけど、ちょっとメモしてないし忙しすぎてね、数えておりません。正確にざっくりこういうことをやったっていうのをお話ししていきます。まずね、やったことはね、まあ草刈りっすよね。相変わらず草刈りやってます。それから木の伐採、剪定ってやつですかね。木の剪定をしました。あと何かな、ハクビシンのね、うんこが家の天井の裏にあるんで、それを取ってくれということで、ハクビシンのうんこ取り、これね、断熱材もね、えらいことになっててね、ハクビシンが荒らしちゃって天井裏の断熱材も、ごちゃごちゃになってて、それも撤去ということでやりました。あとね、ゴミ持ってってくれっての結構多かったっすね。粗大ゴミ持ってってくれみたいなやつとか、まあ仕事というとそんな感じかな。それから家を直す感じですね。塗装工事を少しやって、今足場組んで7月はそうなんですよ。塗装工事がほぼほぼ毎日入ってるっていう感じになってます。あとあれだな、鉄くず持ってってくれってのもあったな。まあゴミ持ってってくれに近いんですけど、鉄くずをね、鉄くず屋さんに持ってくっていう、そういうこともやりました。でね、肝心の売り上げなんですけど、便利屋さん6月の売り上げ発表したいと思います。便利屋さんの売り上げは31万1788円でございます。イエーイ。ダニエルさんね、ダニエルさんっていう YouTuber がいるんですけど、その人便利屋さんでも3年か4年やってんのかな。その人は、はい、ってやりますね。あ、今信号で止まってたんでね、できました。今月ダニエルさん90万とか言ってたら、なかなかやります。まあ、僕2ヶ月目なんでね、そんないかないですよ。31万です。まあいろいろ東京ちょっと変えてるんで、印紙代だけでね、6月10万ぐらい使ってるんですよ。まあそれ関係ないっちゃ関係ないのかな。でも、その便利屋さんの法人なんで、30万売り上げやって、印紙代で10万持ってかれてるんですから。まあ結構きついっすよ。まあそういうのは除いて計算したとしても、多分ね、利益はほとんど出てないのかな。か、ちょびっと出てるぐらいじゃないですか。それこそ10万ぐらいじゃないですかね、利益的には。なんかいろいろ買ってるんですよ。あれを買わなきゃいけない、これを買わなきゃいけない、工具を買ったりとかしてるんで、やっぱね、プロのサービスを提供したいっていうのはあるんで、で、やっぱ今、こう、なんか作業するにしても、工具があるかないかでだいぶ違いますよね。作業時間とか効率とかも全然変わってくるんで、まあ工具とか買っちゃってるんで、まあトントンか、出てても10万ぐらいかなっていう感じですよね。まあ7月入ってもね、まあお仕事途切れることなくやってます。もう7月もね、今3日なんですよ。この動画撮ってんのが3日なんですけど、初日でも4万とか売り上げがあって、2日目8000円、1時間で8000円ですよ。1時間で8000円とかなってるんで、確かそれはまあおよい言いますけど、で今日も1万3000円なんで、でまたこれから草刈りやるかもしんないんで、現場に向かってる途中でこの動画撮ってますんで、まあ忙しいっす。だからいくらだ、今確定してるので、今7月3日なんですけど、7月3日の時点で7月は5万超えてんじゃないですか、ってな感じで忙しいんですよ、ほんと。ってな感じですね。経費なんですけど、マジでこれも数えておりません。帳簿は一応つけてんだけどね、正確にこれが便利屋さんの経費で、他の経費でっていうのをつけられてないっすよ、今。まあ、大屋業とかもやってるんでね。だから、いくらなんだろうね。まあ、多分ね、その会社全体としてはね、他にもいろいろあるんですよ。会社をね、移転させなきゃいけないとか。やってた感じだと、競合がいないっていうのがあります。草が伸びてるじゃないですか、今。この季節、草が伸びてて、草を刈るのを頼める人はいないと。まあ、ポスティングでね、草刈りありますよ、みたいな、入ってればね、そりゃ、電話してみようかなっていうことで、まあ、それで、お仕事いただいてる感じですよね。まあ、あと、ゴミの処理とか、まあ、いろいろありますけど、そういう感じで、売り上げが出てるっていう感じです。忙しいっちゃ忙しいんですけど、じゃあ、こっからどうすんのかっていうのを、ちょっと考えてるんですけど、まあ、その、ポスティングでね、2つ
募集 しようかなと思ってるのは、ポスティングをしてくれる人っていうのを募集したいなっていうのと、僕のその営業エリア内でね、ビラを撒いてくれる人がいれば、まあ仕事は受注できるっていうのが分かったんで、もっと巻けばね、それはもっと仕事入ってきますよっていうのとですね、やっぱ2人で来てくれとかね、いう依頼もあるんで、作業員ですね。しかもね、社員とかアルバイトとかで雇うのはやっぱり固定費がかかっちゃうわけですよ。固定給とかで雇うとね、そういうんじゃなくて、もう業務委託1時間いくらっていう感じで働いてくれる人、そういう人を募集したいなとは思います。まあ、これはネットは使わずにチラシですね、ポスティングでそれを募集したいなと。まあ地道にそういう感じでやっていくと、だからね、2人でやれば草刈りでもね、2時間かかるところが1時間で終わっちゃうと。そうすると1日2件しか草刈りできないところが3件4件ってできるようになって、しかも別にね、そこ一人でできるっていうところは一人でやってもいいし、誰か手伝ってくれる人がいれば、そのお仕事がある時だけ時給が発生するっていう感じで、業務委託できないかなっていうことで、まあ、考えております。まあ、その辺ちょっとね、社労士と話しなきゃいけないなと。要は業務委託や外注っていう感じで、果たしてそういう風な雇い方ができるのかっていうところですね。これが僕もわからないので、結局はね、その印紙代とかに消えていくという、そういう悲しい感じになってます。まあでもね、あ、そうだ、ごめん、一個忘れた、言い忘れてた、ほんと SNS 経由、 YouTube とか Twitter とか経由で Zoom で相談したいですと。まあ経営者の方なんですよね。僕にまあ業種は違えど、その人はどちらかというと IT 関係の社長なんですけど、いろいろ経営とかね、そういうことについていろいろ聞いてみたいという相談、これを2時間受けたのかな。まあ1時間3300円で受けてるんで、2時間受けて6600円という感じだったんで、まあそういうお仕事もいただいております。ほとんどチラシですね。僕の場合はチラシを巻いてポスティングでね、そこからお仕事をいただいてるっていうパターンが多くて、まあそれで30何万っていう。チラシ代はね、2ヶ月前に4万円ぐらいチラシを作るのにね、3万8000とかかな、それを作ったのに3万8000とかかけてるんで、でポスティング自体は自分でやってるんでね、巻くのはまあ0円なわけですよ。それで30万っていう売り上げになってるんで、まあ合間見てね、ポスティングしてれば売り上げは伸びていくみたいな、そんな感じです。まあもろもろ考えても仕事忙しいですし、仕事もまあ受注できますし、伸びてきてるなっていうのがまあ実感としてあるんで、まあこれから楽しみですよねっていう感じですね。それからまあ固定客っていうかね、リピーターさんがやっぱついてきてるんで、そういうリピーターさんがどんどん増えればね、仕事もっと忙しくなるんで、まあそこを意識してというか、うん、伸ばして、そういういっぱいリピーターさんになってくれる人をいっぱい作ってね、いろんな人からリピートしてもらえればなとは思ってますけれども、まあという感じで2ヶ月便利屋さんをやって、1ヶ月目5万ぐらいでしたよね、確か売り上げ5万か6万かそんなもんだと思ったんですけど、2ヶ月目は31万ということで、まあ3ヶ月目、今7月ですけども、まあもっと売り上げ上げていきたいなと。まあ上がりそうですね、7月はね。まあ3日で5、6万いってるんでね、上がりそうな感じですけども。てな感じで、令和5年6月の便利屋さんの決算発表終わりたいと思います。それじゃね。